あゆなです。今回も実況やっていきたいと思います。はい、ということで今回も続きからやっていきましょう。ん、またびっくりマークできとるね。ちょっと待って、ほい、あ、壁に埋もれている。せっかく作業部屋ができたんだし、そろそろ街にいろいろなものを作りたいよね。でも私、二人だけじゃ少し人数が足りないような気がするんだ。ああ、仲間。実はね、アイナ、私ここに来るときに怪しげな人を見たの。怪しげならちょっとやめた方がいいんじゃないかな。少し様子がおかしい人だったから、声をかけずにここまで来ちゃったんだけど、多分正しい判断だよ、それは。一緒に街を作ろうって誘ったら、街の仲間になってくれるんじゃないかな。その人は岩山を越えたあたりにいたよ。お願いアイナ、町の仲間を見つけてきて。え、怪しげな人を仲間にするの？右上にあるコンパスをたどれば目的地までたどり着くことができるでしょう。さあ、何ボタンだ？オプションボタンか。オプションボタンであたりの様子を確認しながら彼女が探している人物を見つけ出すのです。コンパスに目的地が表示された。コンパスを見よう。右上にある方角を示すコンパスに目的地が表示されることがある。Q マークのある場所に向かってみよう。あ、そこが目的の場所ね。てか何？めっちゃなんか、設計図が出てた。え、てかこの世界の家ってさ、屋根ないの？すごい思ったんだけど。オプションボタン。あ、すごい、そういう感じだ。へぇ。こっちの方角ね。オッケー。道中モンスターとは戦った方がいいかな。まあ戦って素材とかも集めつつのっていうか、日暮れてきてない？え、危険じゃないっすか？私めっちゃ普通に旅立ってるけど大丈夫？あれ普通のスライムかな？一瞬はぐれメタルかと思った。そんな貴重なモンスターは早速現れてはいないか。ん？何あれ？焚き火。焚き火だ、焚き火だ。調べる。焚き火の炎が赤々と燃えている。この先に誰かいるのだろうか。あ、ここではない。コンパスに目的地が表示された。あ、もともとの目的地はここやったってことかな。この先。こっちでいいんかな。うん、なるほど。こっちだね。ふぃー。なんか見たことないようなもんがあったら、一応刈り取っといた方がいいかな。刈り取りって言うんかどうかわからんけど。なになになに？なんかどっかで、誰か戦ってる？初めて白いつぼみを手に入れた。というかめっちゃ攻撃されてない私。え、なんか今空中にいた。え、なに？なんか建物ある。建物あるよ。扉。読む？失われた文字というものはなんと難しいものなのだ。ぬる、ん？メルキ道録を解読するには恐ろしく時間かかりそうだな。ひどく読みにくい字で書かれている。これ以上はとても読む気が起きない。読む気が起きないって。ね、夜になっちゃったんだけど、ここ寝る場所ある？ないよね。情けだね。てかさっき私めっちゃ攻撃受けてたんだけど。まだ先なのか。これは小屋の中にいても襲撃されるのかな。そして、どの辺なの？え、どこ？こっちか。動けね。なんか、うっそうとしすぎて。作る？作業台ある、こんなとこに。なぜ？ちょい待って、地図。ん？あの場所だ。あ、ここ？何あれ？なんか吹き出し出てる。おい、誰かーって言ってる。話す。ぬお、そこに誰かおるのか？不届きな魔物どもにいたずらされて、土の中に閉じ込められてしまってな。生き埋め？死ぬじゃん。頼む。誰かは知らぬが、我が輩をこっから出してくれ。これ？変な人。L1 ボタンもしくは R1 ボタンを押すことで攻撃を上下に向けることができます。うまく周りの土を取り除き、土の中にいる人を助け出すのです。オッケー。あ。はっ。なんかいた。これでしょ？おう、これでようやく抜け出せるな。助かったぞ。ドワッハ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 ー。ところで、お主は何者だ？ずいぶんとぼけた顔をしておるが。うるさいな、どいつもこいつも。何？この近くで町を作っておるだと？近くなのかな、あれ。結構遠かった気がするけど。うおー、それは素晴らしい。
我が輩も町作りの仲間に入れてはくれぬか。まあどうぞどうぞ。なんだその苦味を口の中で握りつぶしたような顔は。仕方なくね。たとえ断られても我が輩はお主の町に行く。たった今そう決めたのだ。ドワッハッハッハ。こういうキャラクターって必ずおるよね。我が輩はロロンド、幻の書物と呼ばれたメルキドロクを持つ男だ。メルキドロク、必ず町作りに役に立とう。よろしく頼むぞ。さっきの建物も関係あるんかな。てかもうこれ、うい、近づきすぎだよ。もうあれよね。あー待ってくれ。この岩のやつもういらんよね。壊して素材にしておこうっと。こう、よし、さあ帰ろう。なんかドラキーがいる。このおじさんも戦ってくれるんかな。ちょっと道が暗くって暗くって。お、桃色のつぼみを手に入れた。それは何？ドラキーを倒したからってこと？おいしょ。ドラキー倒してなんでつぼみが出てくるんだ。寝てる。今スライム寝てたよ。ほらほらほら。寝てるんでしょあれ。近くで戦ったら起きるかな。そんなこともなかった。目の前で仲間がやられているのに寝てる場合じゃないぞスライム。すごい無視されたんだけど。まあいっか。あの焚き火はこの男の人がやっとったんかな。誰だっけ、ロロルド。何ここ。誓いの印と書かれた古い看板が立っている。長い手記のようだ。看板の文字を読みますか。長いの。おう、悪しき竜王が世界を闇で閉ざしてからどのくらいの年月が経つのであろう。世界は魔物たちに脅かされ、我が故郷メルキドもついに滅びてしまった。竜王によって物を作る力を奪われた人々は、急速に文明を失い、今や文字すらも失いかけている。人間が当たり前に持っていた物を作る力は、人間の最も大切な力の一つだったのだ。私は文明が滅ぶ前に、アレフガルドの各地を旅し、世界に起きたことを記録に残していこうと思う。これはその誓いの印である。私の旅の記録は、アレフガルド歴帝という書物としてまとめ、各地に残していくつもりだ。もしこの誓いを見た者がいれば、私の足取りを辿ってくれると嬉しい。すべては大地の精霊ルビスの導きのままに。ルビスはいろんな人を導いたわよね。メルキドの暴言家、ガンダル。まあ、同じような境遇の人がいらっしゃったということかな。てか、街どこすか。あ、もうすぐ近くだ。もうこれを越えてっていうかすぐそこだわ。イエーイ、ただいま帰ってきたよ。なんかすげえ動き出したんだけど。お？なんだなんだ。うおー、素晴らしいぞ。ここはなんと生命力に溢れた場所なのだ。そうかな。この地こそメルキドロクに書かれた伝説の都市、メルキドを復活させる最良の地だ。なるほど。ん？そのメルキドロクというのはどんな本かだと？さっき読んだやつかな？あの、小屋みたいなとこで。メルキドロクは、我が輩が代々受け継ぐありがたい書物でな。ここには何百年も昔に失われた物の作り方や人間の歴史が書かれておる。メルキドロクを読み解けば、メルキドの街を復活させる糸口もつかめるはずだ。これも何かの巡り合わせであろう。アユナ、我が輩と共に巨大な街を作ろうぞ。ほう、ロロンドの救助に成功した。救助。なんかめっちゃ作ってる。はあ、なんかすげえ自由気ままに動いてるけど。アユネよ、魔物どもを見つけたら片っ端からやっつけてやるのだぞ。あやつらめ、面白半分にか弱い我が輩を土の中に閉じ込めおって。魔物どもをやっつければ素材も手に入り、我が輩の敵討ちもできるのだ。知らんがな。これぞまさに一石二鳥ではないか。頼んだぞアユナ。ドワッハッハッハ。豪快な笑い方をする人だね。んで、やったねアユナ。町作りの仲間を見つけてくれたんだ。あれやろ変な人。見つけてきたよ。え、なんだかうさんくさそうな人だって。
うん、だから私、あの人を見つけたとき声をかけなかったんだ。私が見たときは一人で笑いながら大きな基本で、大きな方を撫で回していたの。怖い怖い。でもでも、おひげだって生えてるし、頼りになりそうな人だと思わない？それに、物知れそうな感じがするでしょ？だってあんなにおひげが生えてるんだもん。ひげの信頼度。とにかく、仲間ができてよかった。みんなで一緒に楽しい街を作っていこうね。クエストコンプリート、命の木の実。なるほど、なんか知らんが。よかったのだろう、これで。はい、ということで、今回は、この辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローよろしくお願いします。ツイッターの方は動画を見てきましたと一言くだされば、私の方からもフォローを返させていただきたいと思います。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。てかこのおじさん顔めっちゃいかついよね。